第50回衆院選の投票が27日、行われ、即日開票された。自民党の派閥裏金事件をめぐり、政治と金が最大の争点となった今回の選挙。自民、公明両党の与党が定数465議席の過半数、233を確保できるかが注目となっている。小選挙区定数。 重増重減を踏まえた新たな区割りで行われた東京7区では NHK が午後8時の時報と同時に立憲民主党の現職松尾昭弘氏の当選確実を報じた参院からの倉替えを狙った自民党の新人丸川玉氏の落選が確実となった自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で 丸川氏は政治資金収支報告書にパーティー券収入822万円の不記載が判明。党から処分を受け、今回の選挙で党から公認は得られたが、比例代表への重複立候補は認められなかった。逆風の中でスタートした選挙戦、該当でも不記載だった822万円について、有権者からは説明不足、何を言っているのかわからないなどの声が上がり、 逆風は強まるばかりだった。安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さんも選挙戦序盤で応援に入り、選挙戦最終日の26日には石破茂首相も駆けつけたが大敗。参院選では100万票を超える得票があったが、今回はその強さを見せることができなかった。テレビ朝日アナウンサーから転身し、2007年から参院東京選挙区で当選3回を重ね、 直近2回はトップ当選。環境省や五輪省も歴任し、トレンの顔として活動してきたが、17年付けてきた議員バッジを外すことになる。